はい、どうもこんにちは、水にゃんです。本日の、サブチャンネル1本目の、動画になるんですけれども、今ですね、打ち合わせに向かう最中に、このような形で、動画をですね1本撮っているんですけれども、5月なんでですね、ちゃんと、しっかりとですね毎日、動画をサブチャンネルの方に上げられるように、頑張りたいなと思っておりますということで、本日のね、動画なんですけれども、何やらですね、我らが、N 国のですねタッチーが、特に梨党というね、名前に変えるということで、面白いことになってんなというようなことなんですけれども、個人的にはですね、特になしっていう名前にこう変えることについては、戦略上ありっちゃありなんですよね。というか、なんでかというとですね、これまでもですね国政選挙では、支持政党なしというね、政治団体が、出てきたことがあります。確かね、2014年の衆議院選挙のね、北海道ブロックで、支持政党なしが出てきて、確か 4% ぐらい取ったんじゃなかったっけ。で、あと、参議院選挙のね、全国比例区にもこう出てきて、結構、1.5% ぐらい取ったんじゃなかったかな。で、あと衆議院選の、東京比例ブロックにも出てきて、で、1% ぐらい取ったんじゃなかったかなと思うんですけれども、結構ですね、支持政党なしという名前なんですけれども、入れる人っていうのはね、そこそこ多いんだろうなと、思います。多分ね、投票所とかだと、その時は一番右端かなんかに記載されてたと思うんですけど、ただですね、タッチーが作る、特に、なしに関しては、もし国政選挙で比例代表とかでこう出てきたら、投票所の、どこに、配置されるのか、分かりませんが、ある程度ですね、効果というのはあるんじゃないかなと思うんですが、ただね、効果があったとしても、そのやり方の問題であって、そのやり方的になんかいいのかという話にね、なってくると思うんですよ。で、ぶっちゃけですね、その特になしで選挙にこう出たとしても、結局ね、投票用紙のね、記載の問題っていうのが多分非常にこう出てくると思っていて、じゃあ例えばそのなしって書いた場合はじゃあどうなるのかとか、で、あとは、特にってこう書かれた場合はどうなるのかとか、そういう問題とかもね、結構はらんだりはしてるかな。多分こうなしって書いた場合、無効票になる可能性っていうのが多分あるとは思うんですけど、それは選管とか、あと開票所別の、判断によるんじゃないかなというふうに思っています。ただですね、特になしという名前に変えてその戦略っていうのは、言うて、効果はね、ある程度はあるけれども、じゃあ人を一人通すだけの効果はあるのかって言ったら、それはないだろうなと思います。なんで、要するに、何を狙ってるのかというとね、政党助成金ですよね、簡単に言えばで、国政選挙っていうのはね、政党になりますと、政党助成金の分配というのが行われるんですよ。それは、国政選挙で、どれだけの票をね、獲得したか、そして、政党に何人ですね、国会議員がいるかで、政党助成金のですね、配分が決まるんですけれども、その、N 国からすれば、次の選挙で、なんとかですね、1票でも多く、取りたいわけで、1票でもね、多く取れれば、自分たちにこう分配される、政党助成金の金額も上がるということで、それを目当てにね、なんとか1票でも多くこう積み重ねられるような戦略を、
まあ、こうやって立てて、やっているんだろうなというような、感じでございます。はい、なんでですね、まあ、特になしと、名前を、変えて、で、まあ、ある程度ひょっとしたら票は取ると思うんですけれども、まあ、皆さんですね、それは別にこうなんか支持政党がないから入れていいとかではなく、単純に、まあ、その N 国がこういう戦略を取ってるんだよと、何のためにそういう戦略を取ってるのかっていうこととか、しっかりとですね、まあ、周知、していただいて、で、気をつけて投票していただければなと思ってます。ただですね、まあ特になしっていう、名前に関しては、まあ、昔ね、支持政党なしっていう政治団体があった時の、まあ、半ばその二番煎じみたいなもんなんで、まあ、支持政党なしが出てきた時の、まあ、効果に比べるとね、まあ、半減ぐらいはするんじゃないかなと、まあ、思うんですけれども、もう何振り構わずね、やってくるところが、まあ、N 国らしいというか N 国仕草みたいなもんなんで、ちゃんとそこのところはね、要警戒必要だなと思ってます。まあ、ここ最近の立花さんを見てるとね、なんとかネット上でこう話題が欲しいと、ネット上で注目を浴びたいという一心で、まあ、いろんな人にね、噛みついたりとか、まあ、しておりますが、まあ、その多分ね、衆議院選挙ももう近いんで、なんでなんとかネットでバズろうバズろうというような気持ちでやってるんだろうなというのが、しみじみとですね、ね、出ますね。で、正直ですね、まあ、N 国の衆議院選挙の憲法というのは、まあ、まだあんまりちょっとこう見えてはこなくて、で、衆議院選挙、まあ、誰が立候補してくるのか、誰が、ね、どのブロックでこう出るのかっていうのはあんまりちょっとね、見えてこないところではあるんですけれども、ただですね、まあ、選挙があったとしても、候補者が、まあ、ポンコツだったら、あんまりね、どんな戦略を立てても、まあ、無駄なところっていうのがあるんで、そういった意味においては、まあ、N 国自身がね、まあ、ちゃんと人を揃えてこれるのか、で、ちゃんと、タッチにこうついてくるのかというところがあるんで、まあ、そういった面はね、結構注目のポイントかなと、僕は思っております。はい、ということでね、まあ、皆さん、もしね、N 国が特になしというね、名前に変えてそのまま衆議院選挙突入したとしても、特になしというのはね、 N 国なんで、皆さん気をつけて、投票しましょうということで、以上、水ニャンでした。じゃあね。